にちは、福野です。実践メールも60日目、2ヶ月が終わろうとしています。本日いただいたお題は、異性に一番求めること、異性男性ですので一応女性ですが、中性の方もいらっしゃいますから、その辺も異性なのかもしれません。そういった面で一番求めること、別に、セクシーさを求めているわけでは、若干あるかもしれませんけど、あんまりないかな。やっぱりこう受け答えとして、きちんと返していただける方、それからもちろんクレバーな方ですよね。でそういった方とお話しさせていただくっていうのはかなり、自分にとってもものすごく楽しいかなというふうに思いますし、そういった面で癒していただける方っていうのを求めているのかもしれません。あんまり綺麗なだけだけどちょっとお話がありづらいかなっていう方もたまにいらっしゃいますので、そういった方とは、長くこう接触しているのは逆に私自分で照れちゃう時があるので、しづらいかなというふうに思っています。そんなところが今日の回答とさせてください。ではまた。